どうも西田渉です。本日なんですけれども、こちらじゃんと、はい、BMW 東京ベイってことでね、お台場にやってきております。最近だと車と言いますとこちらですよ。じゃん、おはようございます。おはようございます。はい、近い近いっていうことで、うちのジュニアがね車大好きっていうところもありつつ、僕もね昔 BMW 結構乗ってたんですよね。なので BMW 行こうかっていうね感じだったんだよね今日はね。そうだよね。なのでね、あっちにミニクーパーもある。ミニクーパーはね BMW のエンジン積んで、まあ今同じ系列だったりするから、ここのね BMW 東京ベイはね大きいんだよね。だからいろんな BMW あると思うから、早速見に行ってみよう。せーの、おーということで、僕はですね今日はこちらの EOS R6 と RF2405 でね BMW の車を撮ってみようかなと思っておりますので、でジュニアはこちら、はい、富士の XP140 で撮ってみますか。じゃあ行ってみましょう。では行ってまいります。行こう。かっこいいですね。これは BMW の4シリーズかな。開かないか、さすがに閉まってるね。これ4シリーズかな。あ、 Z4 だ。これトヨタのスープラと一緒だね。 Z4 は6シリーズかな。6のクーペかもしれない。640だね。これ750か。あ、これ X1 か。 X1 大きくなりましたね。大きくなってるわ今。昔もっと小さかったけどね。これ X6 だね、やっぱりね。でかいね X6 は。よし、じゃあ中行ってみましょうか。中は赤かな。ね、中いろいろ行ってみましょう。ね、かわいいですね。1955年から1960年、7年間だけ作られたんだね。中のシートもめちゃくちゃ可愛いですね。昔のシトロエンのなんか DS のような雰囲気もちょっとあったり。 IX3 っていうね、いいね、かっこいいね。かっこいいね。うん、 IX か。これが多分5シリーズぐらいの一番でかいやつですね。多分電気自動車の X シリーズで、1日30キロほどの走行であれば充電は月1回大丈夫って。相当走る。最大650キロ。いよいよ電気ですね時代は。やはりこの辺の脂肪感とかやっぱいいですね。うん、合皮じゃない感じが。BMW の i シリーズ、電気自動車系はこの枠がさらにブルーになってるんですね。これが一つ大きな違いか。はい、M ですね。BMW の M。これが X4 の M と M4 か。M4 はこれ昔でいう M3 のクーペですよね。かっこいいな。めちゃくちゃ速そう。うん、ヘッドライトも変わってますね、今ね。昔は丸めのイメージでしたけど、しかも中がブルーの装飾が施されてる。かっこいいね。ある程度でいい。うん、どう？取れそう。BMW ね、ここも結構あれだよ。ここのキドニーグリルも、ここ BM の特徴。はい、M4 のコンペティションですね。このキドニーグリルのとこもね、かっこいいですよね。強そう、すごい。あと、ボディのこの形状ですよね。この幽霊な感じっていうのも。昔の2、3世代前とかもね、こういったプレス、ボディプレスされてましたけどね、非常に美しいですね。このブラックのボディなんですけど、塗装がちょっとこう、玉虫カラーというか、後ろも行ける、後ろも行けるかな、ね、結構日本車が得意なね、このパールで色変わるやつですけども、 BMW もまた面白いですね。 Z4 ですね。でも 20i なんで多分4気筒かな、直列4気筒かな。そうですね、直列4気筒の DOH なんで、直6じゃない、スープラとはまた違う一つ直4のブレース。この運転席のね、このステアリング周りもいろいろかっこいいよね。はい、ボディカラーから、シートのファブリックからいろいろやっぱ選べますね。こういうのも楽しいですよね。バリエーションが多い。ホイールもめちゃくちゃ種類ありますね。面白い、ここ楽しい。面白いね。ね、面白いよね。あっちにタイヤがある。あっちはタイヤがあるね。タイヤとね、ホイールとかもあるよ。本当はステアリングもあるね。 DTM のレースに出てる模型もありますね。かっこいい。そういえば持ってましたね、これね、ジュニアね。昔パパが乗った X1 の時にこれの、ジュニアのこれ乗せて横浜に写真撮りに行った写真あるわ。そういえば、こう今の BMW はこうブルーを意識して作ってますね。かっこいい。この辺のステッチもブルーになってますね。黒ブルーか。これのシルバーのね、このアルミかな、どうだろうな、この削り出しの感じとかの質感とかもめちゃくちゃかっこいいですね。素敵だと思います。こういう感じでちょっと撮ってもかっこよさそう。実は僕次買うなら BM だったら2シリーズありだなと思ってるんですよね。まあ家族もね4人なんで、ちょっとそういった意味ではリアリティはないんですけれども、2の
これは直四かな。これ直四か。2シリーズの直六あるのかな今。昔2シリーズの直六があって、その中古でもありだなとかって結構思ったりしてるんですよね。サイズ感もいいですよね、2シリーズね。はい、X5 ですね。この X5 の35ディーゼルか。直六の DOHC で、ディーゼルの直六って果たしてどうなのか。なんか僕の中ではね、BM って何か直六ガソリンっていうイメージがあるんですよね。 BMW といえばやはりね、3シリーズですよね。 M340、X ドライブってことなんで多分4駆です、ね、で、やっと来ましたよ、直列6気筒 DOHC で、すごいね、今の直六でターボだと思うんですが、387馬力、トルク51、一番リアリティがある3シリーズ ではないでしょうか。ですが、まあ、値段は結構やっぱ高いですね、今ね1000万超えちゃってます。もう多分乗り出し入れると多分1100万ぐらいはするのかなっていう感じですよね。1100万ぐらいかな。 BMW のラインナップこうやってバーって見てるんですが、ちょっと驚いたのが、僕の中で結構 BM って、FR で止まってたんですけれども、こうバーって見ていくと全部 X ライブってなってて、2シリーズ、3シリーズ、4シリーズ全部あれですね、インテリジェント4輪駆動システムで四駆になっていたっていうね。四輪駆動？そう、今までは FR って言ってね、後輪駆動だったわけですよ。後ろから動く。四輪駆動になってたんだ。そう、全部ね、X ドライブになってたっていう BMW。変化進化してるんですね。驚き。はい、BMW に引き続いてね、こちらミニもやっぱ併設されてますね。まあ基本的なエンジンは。ミニも併設されてる。直列3気筒なので、まあそうだね、1リーズとかと一緒か。ミニのクラブマンですね。クラブマンも結構、なんかアートディレクターとか結構乗ってるイメージだな。後ろが今も観音開きだ。こういう感じですね。こんな感じで観音開きになるドアですよね。これがクラブマンっていうイメージがありますよね。お疲れ様でした。ガンダム見て観覧車乗りましょうか、うん、あの奥に見える観覧車があと8月30日で閉まっちゃうみたいだから、思い出に一回乗っとこうか。そうだ ね。じゃあ行ってみましょう。えいえい。おー、ガンダム来ましたね。サイコフレームがほら赤く光ってるだろう。行ってみますか。でもどうやって乗るんだろう。ではちょっと乗れないから見るしかないんだよな。バーミヤンで休憩します。ジャンと、じゃあビールいただきます。乾杯。はい、来たね、猫ちゃんロボット。撮ってもらっていいですか。どっちだろう、青く光ってる方を撮って、ここを撮ってください。お願いします。はい、さよなら。来ましたね、猫ちゃんロボット。そうだね、猫ちゃんロボットと仲良くできたね。できたよね。ホテル三日月はね、来なかったもんね。大観覧車に来ました。赤の観覧車乗りましょう。えいえい。おー、8月で終わりだからね。ほんと観覧車乗れてよかったね。あそこの首都高はゲイズボリューム2かな、2、3で入っている高速ですね。あの時 RX100MAXM で撮りましたね。ヴィーナスフォートも閉まってしまいましたね。あとこの観覧車も8月31日までということで、こんな感じで ZEP 東京はさら地になってますね。なので今 ZEP ダイバーシティと羽田ってことですよね。こうやって時代は巡っていくんだなと思います。この場所どういう風になっていくんでしょうね。せっかくなのでね、このこの台場のね、雰囲気を残しておこうかなと思います。あれ、現在モノレールだ。うん、モノレール来てるね。あれ、モノレールだね。そうだね。観覧車のね、一番高いところに来ました。絶景ですね。今後もね、お台場どういう風になっていくんでしょうね。ダイバーシティはね、残っていきそうですけども、こっちの方はね、ヒルトンとかもあったりとか。ですが、こちらのね、メガウェブからヴィーナスフォートのあたりはね、どういう風な再開発が行われるのかっていうね、まあこの観覧車もなくなるんですが、見晴らしいですね。楽しいですか。楽しいです。はい、観覧車乗ったらモノレール乗るような。そうだね、じゃあモノレール乗って帰りましょうかね。はい、観覧車楽しかったね。そうだね、声がでかいね。今日も楽しかったね。 BMW 行って、ガンダム見て、ご飯食べて、観覧車乗ってっていうことで、またいろいろ遊びに行きましょう。じゃあ帰りはこちらね、青海駅からモノレール、モノレール乗ります。うん、モノレール乗って帰りましょう。じゃあっていうことで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバーイ。
じゃあね。じゃあ今日の撮れ高作品見てください。それではまたバイバーイ。バイバーイ。Thank you.